おいいるんだろ早く開けろよ早く開けねえと、このア壊すぞああ、やっと開けたか。ああ、あんた誰この写真の男、あんたの彼氏かやっぱりな、ね。ここにいるんだろ 隠してないで出せよ。あ,あいない嘘つくな。どけ。おいどこだ隠れてねえで出ねえこいあれ<ら>マジでいねえの無駄足だったか。おい、あいつどこ行ったあ,あ知らない そんなわけねえだろあんた、あいつの女なんだろうが。はあはあ、行方不明しばらく身を隠すって連絡が来たっきり。雲隠れしたってことが。はあ、マジかよ。あ俺俺はあの男に金を貸してるもんだよ。 あいつはなうちが氷菓子だって分かってて借りたっきり一度も返済しないで飛んでんで絶対に見つけて追い詰めてやるそれにしてもあんたもかわいそうな女だなあいつ俺がここに来ること分かってて置き去りにしたんだぞ何でってこれ見ろよ借用書あの男 自分の住所をここにしてんだよ。つまり、逃げた後の後始末を全部あんたに被せる気だったんじゃねえの例えば、体を売らせるとか <laughs> そんな怯えた顔すんじゃねえよ。ま、普通なら手っ取り早く金を回収するためにはそうするんだろうが、あいにく俺は、そういう筋の通らないことは嫌いなんでね。 金は貸した人間から、どんな手を使ってでもむしり取る。事情を知らなかった人間に払わせるなんて、そんなダセえことはしねえよ。だから、先に言っておく。もうあんたの彼氏とは再会できないと思っておけ。身柄を確保し次第、金を稼げる仕事を一生やらせるつもりだからな。どうした なんで泣いてんだよ。そうか。信じていた分、裏切られたのが辛いのか。大事に思ってたのは、あんただけだったってことだからな。だけどな、男を見る目がなかったあんたも悪い。あいつを選んだのは自分自身だろ。しくしく泣いてでも、一円の得にもならねえぞ。 俺弱いんだよな。そうやって声を殺して泣いてる女を見るの。守ってやりたいっていう非語欲をかきたてられる。とりあえず、涙拭けよ。綺麗な顔が台無しじゃねえか。こんないい女を置いていくとか、あいつも馬鹿なことをしたな。なあ、あんた、一つ答えろ。 こんな目に遭った今、あの男に気持ちは残ってんのかわからない、か。まあ、っすぐに気持ちを切り替えるのは、さすがに無理だろうな。でもな、思い続けても、あんたは絶対幸せにはなれない。忘れて前に進むしかねえんだよ。わかったか もし一人では立ち直れないって言うなら、俺が手を貸してやってもいい。どういう意味かって想像つかねえかこういうこと。男を忘れるには、新しい男だって、昔から言うだろう。何嫌なら逃げれば。 俺は去る女を追わない主義だから。<laughs> けど、このまま身を預けてくれるなら、嫌なこと全部忘れるくらい、俺にはまらせてやるよ。それに、今後あいつ絡みで他の取り立て屋が来ても、守ってやる。ここまで構う理由なんでだろうな。 あんたの泣き顔が綺麗すぎたから、欲しくなったのかもな。<laughs> びっくりしすぎて声も出ないっていいねその慣れてない感じ。じゃあさ、こんな風に、顔を近づけたらどうなるほら、もう少しで、唇と唇が触れちまうぞ。嫌なら顔を背けねえと。 <laughs> 動かねえんだ。まんざらでもないってことだな。かわいいじゃねえか。柔らかいな。あんたの唇。何度もキスしたくなるような中毒性がある。余計気に入った。今更だけど、名前はへえ。 可愛い名前してんじゃねえか。今日から俺の女ってことでもう決定な。ああ、一つだけ言っておく。俺は裏切られんのが死ぬほど嫌いだ。もし浮気したら。この先は言わなくてもわかるよな。よし、いい子だ。じゃあ、キスの続きでもするか。ああ、そうそう。 俺のちょっと派手な肌を見ても怖がるなよ。どうせそのうち見慣れるんだからさ。